どうも皆さんこんにちは。今回もアストロニア、まったりやっていこうかな。任天堂ストアに出たり、Amazon で予約してたりするよな。それに今は Steam でセール中、買うなら今がおすすめよ。ってことでアストロニア運営に媚びを売ったところで、そういうことは言うべきじゃない。まあ実際おすすめのゲームだからね、余裕があったら買ってほしいわ。それじゃいろいろと進めていこうか。それじゃまずは大型プリンターを作るわ。正直何に使うかとか覚えてないけど。じゃあなんで作ったの？まあいろいろ作っておいて損はないでしょってことでね。それとあとは風力発電と太陽光発電も作りたいのよね。だが、セラミックもどうも見たことないよな。まあどうにかなる。ってことで大型プリンターが完成。現状作れるものはシェルターしかないかな？シリコンもプラスチックも見たことないし、正直なくてもいいよな。それで今回からは、もうミッション従うのめんどくさいから自由にやるわ。前回までミッション進めてた意味。私みたいな上級者になるとそういうのいらないのよね。今までの3つの動画で上級者じゃないこと露見してるぞ。そしたらバイトでバギーアンロックして、アルミニウムとコンパウンドだけで作れる車両よ。移動手段があるだけでだいぶ地上の探索は楽になるだろうからな。それじゃバギー完成。早速乗り込むわ。椅子作るの忘れてた。一番重要な部分忘れてるだろ。私普段車乗るとき椅子使わないから。じゃあどうやって乗ってるの？サーフィンみたいに車の上に乗って、トンネルとかで頭ぶつけて即死しそう。それじゃ作ったローバーシート置いて、これで今度こそ乗れるわね。これで遠出とかするのがかなり楽になりそうだぜ。どうは確か地上にあるから、探したいのよね。それじゃバギー発進。電力入れておくの忘れてた。ことごとく必要なもの忘れてない？それでさっきよく上級者とか言えたな。私ぐらいの上級者になると電力も椅子もいらないのよね。上級者だろうがなんだろうが必須だと思うけど。上級者になればサイコキネシスで車動かすから。もはやアストロニアじゃない。それじゃ小型発電機をバギーにつけて、そこにオーガニックを置いて、これで電力溜まってきたわね。これで今度こそ動かせるようになるんだよな。免許忘れてきた。じゃあまず教習所から始めないと。免許なくてもマリカーの感覚でいける。スター状態とか言って前の車吹っ飛ばしそう。俺は他の奴らと違ってレースゲーで鍛えてるから試験なんて楽勝だぜ。実技で一番こけるやつだろそれ。それじゃ道探してバギーで探索行くわよ。左に茶色っぽいのがあるが、これは道じゃないのか？道ではないのはわかるんだけど、これが何だったかまでは覚えてないわね。ちなみにバギーから酸素は供給されるんだけど、テザーに繋ぐことはできないからそれは注意ね。乗り物から離れて探索することはできない感じか。お、これは粘土だったわね。粘土はセラミックの素材になるから集めておきたいわ。セノビックの素材になるって？粘土食べたら身長伸びるどころか死んじゃうから。それで奥にもなんか謎の建造物があるのよね。四角いショーケースみたいなのに、やばい、こいつらこの星の宇宙人だろ。だとしたらもはやサイボーグじゃん。これは、オートマトンっていう謎のロボットね。期間限定イベント用のアイテムらしいにょんよ。それをそこのパッケージャーっていうので梱包して、特定の機械を使うことでポイントが貯まってその量に応じて報酬がもらえるみたいにょん。まあ、これはまた今度やろうかな。一応1月までらしいから、やるなら早めじゃないとダメにょん。うん、いつかやる。多分きっとやるわ。絶対にやらないやつだろそれ。お、近くにまたダイナマイト発見。特に理由はないけど爆発しておこうかな。特に理由のない爆発が惑星を襲う。笑う角には福来たる。子供の頃から時計屋にこもってそう。それじゃ動画今度こそそこの山にあるから探索しようか。前はラテライトがあるとか言ってたが全くなかったし、今回も動画あるの勘違いだったりしないか。今度こそ大丈夫、信じてほしい。なんならもう先に行きで確認済み。前のラテライトもそうしておけばどれだけ楽だったか。というか山にバギーできたの大失敗じゃない？すっごい走りづらそうな挙動してるけど。これ挙動が走りづらそうなだけで、実際はすっごい走りやすいわよ。絶対に嘘だろそれ。思いっきりひっくり返ってるけど。ひっくり返ってもボタン一つで復帰できるからセーフ。そこの傾斜とか車じゃ走破不可じゃない？バギーならこれぐらいなんとかなる。ウィリーみたいな感じになってるけど。お、バギーのおかげで銅見つけたわね。やっぱバギーは必須だわ。字幕で隠れてるけどまたひっくり返ってるぞ。言わなきゃバレなかったのに。隠れてたんじゃなくわざと隠したのか。ただ、この辺りの地面化体制で掘るのに時間かかるわね。ドリルモッドっての作れば早くなるんだけどな。まあ持ってないし致し方ないぜ。というかこれを持ったより時間かかる？多分動画にできないレベルには。とりあえず1個ゲットできるまでカットしちゃおうか。ドリルモッドがないと掘れない場所もあるしな。早めに作っておかないとだぜ。ってことでやっと1個回収。クジャク石だわ。これを精錬すればどうにできるんだぜ。何個か回収しておきたいけど、案の定めっちゃ時間かかったから全カット。早めに作らないと動画的にもまずいんだぜ。それじゃ拠点に。
戻りたいんだけど、私どっちの方向から来たんだっけ？方向音痴のパッシブスキル発動したな。というかまたバギー横転してない？今度山岳に来るときは徒歩で来るようにするわ。ってことで一応平原には出れたけど、バギーが大変なことになってるけど、私の破滅的なドラテクの賜物ね。いつか絶対にバギーで事故る。まあ多分ここから右の方向に拠点があるはず。私の勘がそうやって言ってるとか言って、ま楽の方向進んでたりしてな。お、拠点のビーコンが見えてきたわね。やっぱり私の方向感覚は正しかった。そもそも迷子になってた時点でアウト。ってことでなんとか無事に帰還。そしたら早速粘土特弱石精錬していこうか。セラミックと銅が回収できたからな。欲しいもんは大体揃ったんだぜ。あ、そういえば精錬所のプラットフォームを大きなものにしたわ。こうすれば出来上がったものが自動で横に行くんだぜ。ということで出来上がったものがこちらです。今回のパートはな、銅ができる銅だぜ。今のは、銅と銅をかけただじゃれみょんね。これで小型ソーラーを作れるんだけど、ライトもこれで作れるのよね。これで動画が見やすくなるな。投稿者にとっては死活問題の必需品だぜ。まあとりあえず最初は小型ソーラー、こっちを作成するわ。これに関しては説明いらないかな。まあ名前のまんまだしな。ソーラーパネルなんだぜ。そしたらワークライトもクラフトして、これで動画が断然見やすくなるわね。あるのとないのじゃだいぶ変わるからな。洞窟探索とかでも普通に役立つんだぜ。昼でもかなり明るい。まるで私ぐらい明るいわね。ダークマターみたいに暗い陰キャが何言ってんだ。私は光学的に直接観測不可能な可能性が。そしたらセラミック使って風力発電、こっちも作っておこうかな。風力発電も説明いらずだな。そのまんまのアイテムだぜ。ただどっちも常時発電できるわけじゃないからね。昼か風の強い時しか発電できないんだぜ。砂嵐とか来てくれたらいいんだけど、今のバージョンにはないんじゃないか。前は瓦礫みたいのが飛んでくる砂嵐って天候があって、飛んでくる瓦礫に当たると即死だったのよね。あれ理不尽イベントだったよな。夜とかの電力用に中型バッテリーってのアンロック、それと中型の太陽光、風力発電もアンロックだな。ただ素材のリチウム、どこにあるんだろう。リチウムは他の惑星にしかないのよ。今アンロックしたの間違いだったろこれ。ま、まあとりあえず中型風力発電だけ作ろうか。バッテリー今すぐ作れないのはだいぶ面倒だけどな。それと中型ソーラーパネル、こっちも今作れるし作っちゃおうか。それでバッテリーの素材型の惑星にしかないなら、他の惑星に行けばいいじゃない。宇宙旅行をするマリー・アントワネット。ってことでパート3でちょっと早いけど、もう他の星に行く準備しちゃうわ。大事なこと言い忘れてたな。このゲームはここ以外の星にも行けるんだぜ。さっきの中型の発電機をプラットフォームに置いて、それじゃ中型バッテリー入手を目指してロケット作っていくわよ。ってことでまずはアンロックしなきゃなんだけど、バイトが全然ないんだけどどうしよう。就職氷河期かな。とりあえずまずは固体燃料スラスターアンロック、エンジンとかそういう部分だな。それであとは小型シャトルとシャトル発着場がいるんだけど、これはバイトしないと無理そうね。バイトで貯金してロケット作ろうとしてる人。とりあえずちょっとだけバイト貯めたから発着場だけアンロック。ちなみに他の惑星にはリチウムみたいに、この星にはない素材があるんだぜ。星ごとにバイオームとかも違うからね。探索しててかなり面白いわよ。それじゃとりあえずシャトル発着場作成。作っててよかった大型プリンター。それで固体燃料スラスターもアンモニウム持ってるから作ろうか。前の墜落現場で拾ったやつだな。今後のこと考えるとしっかり洞窟で集めておきたいぜ。それとあとは酸素供給器、これ持ってかないと向こうでテザーが使えないわ。あとはビーコンとか小型発電機とかも持っていくと結構助かるんだけど、行くのが久々すぎてそんなこと忘れてる。宇宙に行く覚悟が足りてないと思う。あれ？というか発着ごめん、なんでもない気流だったわ。展開して大きなサイズにできるみたいだったな。それじゃこの辺りに展開しておこうかな。そしたらカットしてバイト貯めたから、これで小型シャトルが作れるわ。バイトで貯めたお金でシャトルが作れるな。うん、10年ってレベルで時間かかりそう。ってことで完成したし、早速これを発着場に置くわ。さすがロケット、今までの機械とかに比べて断然でかいんだぜ。そしたらここの下部分に固体燃料スラスターを設置。これがロケットの噴射する部分になる感じだな。そしたら最後に酸素供給器を設置して準備完了。と、ロケットの準備が終わったらミッション達成したな。ミッション達成なんてするつもりなかったのに何勝手に進んでるのよ。ミッション達成してキレてるやつ初めて見た。報酬は固体燃料スラスター以外見たことないやつね。おお、この QTRTG ってすごいアイテムじゃない？燃料供給の必要ない電源、これがあるだけでだいぶ楽になるぜ。他は携帯型シェルター、これは別の惑星で使おうかな？それじゃ準備も完了したし早速別の惑星行こうぜ。それじゃロケットに乗り込んで、
宇宙に向けて、いざ発射。ってところで今回はこの辺で終わるわ。は？お前冗談だろ？このままやったら動画時間長くなっちゃうからね。仕方ないね。アニメとかドラマと同じやり口。次回、別の惑星探索。なんか釈然としねえな。それではご視聴ありがとうございました。